ですね、前半から結構チャンスは作れている中で、まあ、なんかみんなでじれずに攻め続けることができたから、まあ、点数2点取れて、まあ、最後失点してしまいましたけど、まあ、全体的な流れは良かったかなと思います。そうですね、相手のフリーキックになった時に結構自分の前スペース空いてる感覚があって、ニアで、弾いたらいけるんじゃないかとか事前に結構確認していて、あと、まあ、パス出してくれて西山とも感じたんですけど、西山もそれを感じてくれていて、まあ、話ではないんですけどそこに感じていたのが多分ゴールにつながった一番の要因かなっていうふうに思ってますし、まあ、個人的には、クリアスの練習でああやってボールが前に出されてそれにただ走ってシュート打つみたいな練習があるんですよね、水曜日の結構きつい練習で。いや、それをすごいイメージして、もうがむしゃらにボールに向かってまっすぐ走って、そしたらキーパー出てるの分かったんでそのまま打ち切ってやろうっつってだったら入っちゃったみたいな感じです。なんか自分で言うのもなんですけど、結構ああいうゴールプロの時から多くて、どっちかというとなんかえそれ入んのみたいなの結構決めてきた経緯もあって、あの時は本当になんか無心でボールを取りに行って、なんか無心で本当にシュート打ってたみたいな、足振ってたみたいなところがなんかゴールの要因かなっていうのはあります。帰る、そうですね、なんか昨日も結構攻め込まれた時間とかがあって、その時にまあターニングポイントって言って、なんかみんなが戻ってみんなで体張って、まあ、ギリギリシュートが外れたみたいなシーンを昨日の夜にもミーティングで出されていて、なんか自分らの中でも絶対苦しい時間はあるからそこを全員で耐えようっていうのはなんか常に試合中もなんかここだぞここだぞとか、なんかここをしっかり守ろうぜみたいなところはなんか常にみんなで言い合っていたので、まあ、1点してしまいましたけど、なんかやられる気はなかったですし、なんか自分たちは絶対勝てるっていうみんなの多分確信みたいなのがあったのかなっていうのは思っています。そうですね、監督の成山とかもよく言うんですけど、まあ、昨日の自分よりも今日の自分っていう話はよくしていて、常に過去最高、自分の史上最高を更新し続けるみたいな話はしていたので、まあ、昨日よりも絶対によくチームを良くしたいと思いますし、昨日よりもやっぱ強いクリアソンというものをやっぱピッチで見したいなというふうに思って挑むという感じです。ありがとうございました、はい。